おはようございます。神スロ始まりました。今日はなんかいつもと違う感じで始まってますよ。始まってますよ。始まってんじゃないですかね。えもう11月末と残すところ2018年1ヶ月、もう何もしてないですよ2018年も。なんか今年もうね、本当まだ多分3週間ぐらいしか過ごしてない気がする。そんぐらい早く2018年が終わろうとしてると。ここからですから、神スロ盛り上げていかなきゃいけないのはまあ前回サラバンを打ちまして結構勝ちましたよね。なんか良かった思い出は残ってるんで、まあ、久しぶりに大勝ちできたと。まあ、今回狙い台どうしようかなって考えて鏡打ちたいなと。まあ、ちょっと凱旋も悩んだんですよね今日ね。ちょっとね、フェスがやってますんでね、某フェスが。てか2018年なんか周知的なものはちょっとそろそろ出してほしいななんて多分ね、勝率はもちろんもうハイがね、めちゃくちゃ多いですよ。ただ収支で言ったらあんまりね差がないんじゃないかななんて思ってるんで、ちょっとその辺はこの辺に多分出てると思うんで、まあだからその負け分を今日取り返しましょう多分感想ね 4,5 回しないとダメだけど、ちょっと鏡でどうにか2018年の負け分を今回取り返したいなと思ってます。じゃあ行きましょうかね。紐出てきましたし店内行きましょう。それでは先生行ってきます。この番組は楽しさ、遊びやすさ、笑顔をお届け、マックススロット、ジークの提供でお送りします。お願いします。ありがとうございます。こちら、番長3が取られてて、真ん中行こう。もう真ん中で今日は決めていきましたよ。もう3分の1、正直上げ狙いとかね、もう見たら右なんですけど、ここはあえてのど真ん中で、一応店内見ます。あー、やっぱユニバカスサミフェスやっぱりね、凱旋今日はちょっと埋まりますね。やっぱり窓マギー初代が今回埋まって、凱旋が埋まって、ハーデスも埋まって、まあ番長シリーズも埋まってという感じで、まあね、狙いだった鏡を今日は打ちたいと思います。頑張ります。はい、それではですね、鏡です。頑張ってこの台で8000枚出したいと思います。頑張っていきます。よし、元気いっぱい今日も行きましょう。まあただね、正直あの鏡最近、まあ、2、3度触ってるわけなんですけど、まだ勝利しておりません。あ、1回だけ500円勝ちしました。他は全部もう負けてます。そんな大きい負けもないんですけど、この台そう声持ちがめちゃめちゃいいんで、額としてはそこまで負けないんですけども、まあ、勝ちもないという感じなんで、ちょっとね、
気持ちよくちょっと完走させたことがやっぱないので完走を目指したいなと。いや本当有力感が結局あるのでできるだけ早いゲーム数で当てて平数で当てて回せるゲーム数をたくさん出して枚数2400枚500枚、リミット2400枚かもうマックスで取りたいですよね。だから展示をなんかに持ってっちゃうと結局取れる枚数が少ないからできるだけ早くそれを5回ぐらいやれば万枚数、うん、やだ。いただきました。さあ400のとこ踏んでまあ一応ねチャンス目、まあ、強ランヤから引くと対決はいきます。おそのまま特攻だった459兵そのまま特攻いきましたね。対決挟まず行ってくれたとちょっとメモします。いやちょっと結構ハーミってシンプルなんでちゃんと見てるとおのずと見えてくるんですそう この子がどういう状況なのかっていうのがなんでちょっとメモってやっていきます。さあ214ゲーム、ジャックじゃないよ。さあ今13ゲーム、あんまり熱くないか当たらないかな。これはダメでしょう。これは39ということで39残しなんで400のところで来て兵到達したと。ってことは、まあ、次のワオ次のモードワオでございました。まあ通常デフォですよね。さあできれば500ゲーム以内には決めていきたい。あと半分235なんであんまり最初から行きたくないな。あ特訓の時間カード出たんで特訓は行きます。底辺には到達しましたと。やっぱ3周期目までには決着つけていきたいが、まだわらさんがさあ行きましょう。おお。しかも130、まあまあ通常かちょっと早かったり遅かったりするとあれなんだよね。あここでチェリー行くんだ。このあとね190、はい、今ジャックチェリー行きましたけど、まあ、これ対決強かったら多分当たってる可能性が。よし、まあ、ここまでは行くでしょうと、まあ、もうこの時点では7割ぐらい。次回はまた放題、まあまあまあはい、決まった。早い、まだ早い357ゲーム。よし、まあこっから青七に変えれるかどうか。一応高設定の方が青七優遇されておりますがポイントもたま、ああ早い。一発目の当たりではございますがちょっと次の、ね、ドライブゾーンバスだけは避けときたい。バスからの低スローチャンス突入約 25% 薄いですからちょっと。はいラストです。うわ弱いな、マジでバス以外です。
も5公演じゃん。これね、もちろん選ばれる行き先が上の方が、まあ、そこも設定優遇されたということで高校園で行きました。いいじゃないですかね。さあ32ゲーム以内に強烈役を引ければ、まあ、強制的に停止いきます。ここもモード管理されてるんですよね、ドライブゾーンも。で B の場合は29がチャンスだと、なんで煽りが入りましたよ。ああダメだ。うわーやばい。うわラスト、ラスト、男岩じゃないからこれはまずい。はあこれだもんな、いなかった。はいはい、通常画面で終了でございますと。KC ゲットならず、しょうがないよね、そんなのは。そんな出だしからうまくはいきませんよ。ただちょっと KC いってほしかったな。あ、そこでちょっと変な、ちょっと変なフェイスで煽りが来るときは、まあ、チャンスもしくは通常の可能性がありますよ。で190のところで煽りが来たからちょっとあるかも。あ、ベリーで外れ。さあ行きましょう。近いないないけど、またラグビーで。さあ、お、チャンスアップ入りました。あー、暑いというかレアラックか。チャンス目だ、しかもこれもしかしたら直撃の可能性が。いくぞ、よし、やばじゅー、突撃検視来ましたね。やったー、これは来ましたか。でもまだまだね、過度な期待は危険です。ただもう設定差のある直撃入りましたと。でもよし、こっからやる回数管理型のAT でございます。純増5枚ですと、最低10ベルはあります。おお、よし、やった。これ K が出たんで30まで行きますよ。 K が出ると次の月まで保証されてるんですよ。さあここ20で終わりですけど大丈夫、ここも続きますよ。あれ待って、10できたでしょ。で23、いや30までいくから次。失礼しました。さあ次の行き先はどこだ。ランルモン、チャンス目なら入るよ。おし、へい、お上手。わーお、いやー、イエイ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 。ダメか。あ、意外にこれいってるんだと。ほら、さすがに30で終わりかな。どうだ、あー、おい、ないか。もうすでに454枚と、もうプラスってかトントンぐらいにはなってると
思います。さあ、じゃあメーターがね、いただき対決行ってくれるかどうか。行く先はどちら、対決いくつ。おお、これはめっちゃ熱いってか、行くますよね。ボタンもないけど。あー、さあ見せどころ、今日の見せどころやってきました。マキちゃんごめんね。はい、一発目、イエーイ。いやー、やめてほしい、やめてほしい。のりちゃんやだ、これちょっとピンチですね。バドミントンだったらもう厳しいと思います。強いよ。終わる、終わる。やられた。いやー、むず。5勝っていうのは高き壁ですね。しかも10ベル10ベルで終わっちゃったんで、そこまで枚数取れず、まあ、ただまた続きますと。まあ、でも次保証されてるわけじゃないんで、ここでまた行かないといけない。ちょっといただき対決終わって、ここで終わるのが一番ちょっと寒いですよね。なんか気持ちちょっと乗ってる感じじゃないですか。それなのにいただき対決入ったことによってペース崩されたみたいな、わかるかな。わかんねえのかよ。わかるだろ、なんとなく言ってること。ラスト3ゲーム、一応ここ暑いですからね、いけるかどうか。ただ弱い、煽りが弱い。ラスト、あー、マジですか、このパターン。終わっちまいましたと。ラスト、ほら、あー、一応これ空気偶数下ですね。はい、543枚。はい、まあまあプラスにはなりましたと。しかもね、あの直撃もあったんで、まだまだこっからです。おお、しかもソフトくん、伸びないね、これなんですよね、これよ、鏡でいつも私が苦戦する、こういうことですよ。え、見えました？これね、なんか手相でソロモンの星っていう、もうこのここに星マークが何万人に1人ぐらいしかないんですって。まあ歴史上で大人物になるであろう1人出る手相らしいんですけど、私なかったんですよ。で、書くのがいいって昨日テレビで見たんで、昨日そこ書いて、ちょっと自分で書きました。まあ、このおかげでもしかしたら今日ちょっと調子のいい動きをしてるかもしれない。鏡でまんまいらしたぞっていうね、記憶にちょっと残る人になれるかもしれないっていう思いも乗せてさ、ちょっと消えかけてるけど、ちょっと消えかけてるけど、昨日のだって昨日の夜書いたんだもん。あ、解決いった。始めるよ、これに決まりよ。ソロモン、ソロモン、ソロモンパワー。
今もうパワー効かない。これ多分微妙ですよね、マジで。だって2周期目もまた、さっき500でしょ、また300余ってますからね。多分300のところでもう一回入ればいいけど。本当だ、私はこれから追加投資の時間でございます。ささらが今なくなりました。みんな箱を使い、私だけ飲まれて追加投資。ある意味すごい。回転したまま対決行ってほしい。おしよし、まだまだちょっとチャンス。ルーレット対決なんで、ちょっとだけバドミントンか。あー一応でもあるなね。おっしゃー、早いね。周期は2周期目はまるけど、なんとか行きましたと。上がることはなかった。早っ。あ、ごめん。赤7でございますね。はい。はい。オーラもないですけど、これ鏡って文字もないから、これはおおおおおお。いろいろ、いろいろ。よっしゃ、これ赤いっしょ。あっ、引いた。チャンス目だ。うまくない？うまいよ。頑張れよ。おいおいおい。ジュベルです。めっちゃ今後へ。おっしゃ、これ大丈夫。はい、来た。うわー、これ一番つらいよ。10で終わり、最低保証でおしまい。なんか普通なんですよね、こうちょっと盛り上がる部分もないまま終わってしまうんで、その基本的なジューベルばっかなんで。そうだね、いただき対決持ってはきましたけども、まだね、あの時のピーク。あ、一応クイーン。ラスト3ゲームで私は何ができるんでしょうか。あー、飛ばしちゃった。着地でも 20% あるから、クイーン。オーマイガー、出ました、またもや飛行機。あー、下皿全然止まってない。ジューベル、ジューベル終了と。あー、そしてベッド特訓もなし。すごいもどかしい展開ですね。いやー、マイナスです。いやー、ちょっと前半戦やめましょうか。はい、もう当たり3回4回ほど引いたんですけど、ちょっと前半終了時間と、はい、なりましたんで終了です。中締めに行きましょう。はい、前半戦が終了しましたということでですね、本日朝からヘイ鏡座っております。3台中真ん中の鏡に座ったわけなんですけれども、初当たりの方が4回引いております。
ちょっとね、ヘイスがハマってしまってはいるんですけど、周期的なところで見るとそこまでハマっていないという感じで、あと直撃系シーンもありましたし、ドライブゾーンね、初回のバスもまだ1回だけということで、そこまで設定悪い感じの挙動ではない、むしろいい方なんじゃないかと、まあ、投資の方がね言ってなかったですけど、全部で8000円です。で、出玉の方もまだちょろっとという感じ、300枚もないのかな感じなんですけども、まあ、私だけがちょっとへこんでるといった感じなんですが、はい、後半戦の盛り上がりのために前半戦はこのぐらいにしておきましょうと。まあ、ちょっと全体的に、ね、拠点内見てるとここからも見えるんですけども、番長3サラバン凱旋とかなりの出玉ついてる状況ということで、高設定があるのは間違いないということで、探し出して頑張って勝ちたいと思います。そんなわけで前半戦はこれにて終了です。また後半お会いしましょう。さよなら、バイバイ。